はい、飛鳥さんですが、今日火曜日ですね、ですから月曜日のマンデーナイトロー、シャーロット・フェアとシングルマッチがあったみたいですけれども、今の状況というのはですね、まあ、リアルプレイがレッスルマニアで取って、その後どうだったっけ、まあ、どうだったかな、シャーロット・フェアととにかくリアルプレイの構図になるのかなと思ったんですよね、うん、ただこの試合で何ですか、審判に暴行したということでですね、何だったら10万ドル1万ドル1万ドルなのか1万ドル1万ドルなら100万円ぐらいですね、テンサーザントドルで、罰金で出場停止もあるみたいですから、ですから本当に出場停止だと今後リアルプレートを構想していくはずなんだけれども、ちょっと分かんないですね、まだ分かんないですよ、今後の月曜日の女子は。